ってますか。じゃあ次です。はい、すいません。そんな中、開けていただいて、無理やり、チーフには、そしてママにも感謝しております。特別な場所、僕にとっては、名古屋弁当区本郷というのは、自分が育った場所なので、6歳ぐらいから18まで、この町で育って、今もファミリーマートになってしまったんですけど、昔は、その前はココストアで、その前は、パルキアという、酒屋さんだったんですね。そこで買い食いしてたのを親に怒られた、記憶があるぐらい、たくさんいろんな思い出があります。小学校、本郷小学校、中学、藤森中学という、なんか、お見合いの履歴書みたいなのを自分に言ってみたいな申し訳ないんですけど、まあそんな感じで、とても、自分にとって大切な町の名古屋市弁当区本郷でやれるっていうのがすごく嬉しい話です。今日のメンバー、一応僕はこのバンドビックスというんですけど、ね、複数形にする意味あるかなとかちょっと思うんですけど、豚たちっていうんですね。でもなんかこう3匹の豚とかいろいろあるじゃないですか。なんかそういうキャラクターをイメージしていただければいいかなと。はい、3、はい、3、4匹の豚です。いろんな曲でみんな個々にそれぞれ活動してて、このバンドでライブするのも2年ぶりじゃないかって話をさっきしてたんですけど、各国の曲を持ち寄って全員が、作曲者曲を1曲ずつやるっていう、プロジェクトになってます、ので、聞いたことがない曲もいっぱいたくさんあると思いますが、皆さん楽しんでください。じゃあ1曲目で始めさせていただきたいと思います。
とうございます。今のは、千野拓実さんが曲しました。アデレードプレゼントという曲です。うん、これはいつ作られたんですか。これは、去年。去年か。そうですか。なんかもし曲に。はい、じゃあぜひ千野拓実を見た。別に大したことじゃないんですけど、去年僕の両親が金婚式だったんですね。で、みんなそれぞれの家庭の事情があると思うんですけども、千野家はあまりこう親とこのなんか関係があまりこうないんです。ほとんどそんなことしたことないんですけど、まあ、結婚式っていうことなんで、なんか曲をプレゼントしようと思って作った実は曲で、さっき本郷で育った曲を聴いてちょっと僕も思い出したんですけど、まあ、両親からもらったもので何が一番大きいかなっていうことを考えて、実は小学校の時に少しの間なんですけど、イギリスに住んだことがあって、でなんか、まあ、仕事の でもそこで経験したことが、多分今音楽やってることにすごい影響したぐらいすごい大きな出来事だったんです。でそれは本当に感謝だなと思って、そのアデレードプレゼントというのは、その時に住んでた場所の名前、そうなんですよ、本郷みたいな、イギリスの南の方のちっちゃい海岸の町だったんですけど、出てきた曲でした。そうだったということが分かって今、今はい、そっか、でも前もですね、そうですね、してないですよね、だからまあ、ちょっときっかけがあったので、じゃあこれでメンバー紹介させていただいて、ギター、千野拓実、そしてギター、坂木康弘、坂木康弘君は僕とは本当に友達、まあ、盟友、大好き、ありがとうございます。告白されました。結構ね、男性によく告白されてそういう気はないんですけど、でもまあ、なんていうか、まあ、気持ちが通じ合えるのがたまたま男性が多いっていうだけなのかもしれないですけど、まあ、すごくこう、この、実は2人、僕、ギターの千野拓実さんと、坂井康弘さんっていうのは、もう、僕はね、いい男ナンバーワンツーっていうか、いい男っていうのはその、まあ、こういう人いいよなみたいな感じの、人たちなんですね。だからなんかこう、あ、こういう風に大人の対応してもらえると嬉しいなみたいな感じの、もうだからなんかさ、すごい、だからやってる仲間をこんなステージ上で褒めてもしょうがないんですけど、でもまあなんかその、で、いつも感謝したりとか、できる、素直にできる人たちがこの舞台なんですね。ですから、今日は本当に僕も楽しくて、ワクワクして、もう1年、2年ぶりぐらいなので、まあ、すごく楽しいです。で、普段もう一緒にね、ヤス君とも一緒にやってるし、瀬尾さんとも一緒にやってて、まあ、違う形ですけど、その時もいつもお世話になって、すごく楽しいので、今日は、あんまり2人がやることがない。だから、まあ、一緒にやれる機会を作って、そして、東京から来てもらいました。まあ、名古屋出身ですが、昔は X の YOSHIKI に憧れてドラムを始めたという、今もそういう片鱗ありますか？大丈夫ですか？首とか大丈夫ですか？大丈夫ですか？YOSHIKI好きだと、どうしようもないです。ね、
ドラムス乗りたけよう。そして、次の曲はそのさっき僕が作った曲です。いつも本日はどうなのかわからない曲で、大好きなんですけど、この曲やってみたいと思います。ダンス。Thank you.
Thank you.
焼いてよかったでしょうか。あのまあなんかね、たまには短くなってもらえると思います。本当あれちゃんと題名あるんですよ。はい、まあいいです。このバンドやる時意外といい曲っていうふうにしております。まあそうですね。で、ファーストセット最後の曲をお送りしたいと思います。ロングナップと思うんですけど、これは、瀬山さん、よく曲も一緒にやらせてもらっていて、楽しい曲が選ばせてもらいました。そうですね。まあ今後、ね、このバンドまた、機会があったらこの曲もいつかねレコーディングとかできたらいいなと思いながら思いますけど、この曲を最後にバーストセット終わりたいと思います。